いくよ。あ、帰ってきたかな。おかえり。ただいま。どうだった？わかんない。まだ見てない。嘘。まだ見てない。ああ、なんか。嫌な予感してる。なんで？わかんない。なんか雨降ってるとか。意味わかんないけど、なんかスタッフは出した時、うん、なんか悲しい目してた。悲しい目してた。なんかごめんねみたいな。ごめんね。わかんないけどなんかもう。なんで考えすぎだよ。ね、きっと。まあ、一緒に見たかったからね。一緒に見たかったからね。見なかったね。そう。え、じゃあ今日どんな感じのようで行ってきたの？うん、まあそうだね。じゃあでも皆さんご存知の通り永住許可もらいたいから、今はアイグシャビザ持ってるから、でもずっと1年なんか5年、ね、5年いつも1年から俺は本当に永住許可もらいたいけど、このアイグシャビザは、1年だったら申請できない。この永住許可、あ、3年以上必要ってこと？はい。なるほどね。3年か5年。うん、から今回はね、ちゃんと言ったの、永住許可もらいたいから、なんか今の配偶者ビザ3年か5年くださいみたいな。もう暑い、怖い。もうなんか明日見よっか。やー、今日はみんな昨日も眠れなかったんだからさ、もう疲れた。そう、全然眠れなかった。ストレスすぎて。まあでも1年でもいいんだけど、もうずっと1年ってちょっと嫌だね。嫌だからね。また来年ねならないと永住許可の申請ができない。そうだから本当にこの3年欲しいか5年。えってことは、あの一応更新はできたんだよね。あ、できたね。できた。あ、よかったよかった。帰んなくてはいい。そう、もう大丈夫。まあ大丈夫、これ大丈夫。今大切なことは何年取れたね。そっか、3年以上。そう、なんかだからザル感もらったけど全然見えなかった。あ、怖かった。見ようかな。そうだね、なんか俺は本当になんかプライドがあるね。なんか毎年アイグシャビザ1年だから、僕の力じゃない気がしたね。本当になんか一緒になんか結婚したからここにいられるんだけど。ああ、そっか、私の力だけ。そうだね、俺のなんかこのプライドが欲しいね。なんかもし永住許可もらったら、本当にじゃあ俺がなんかふさわしい日本の市民みたいな、うん、これが感じたい。自分で掴み取ったみたいな。そうだね、そうだね。そう、これできたら本当に俺のなんか価値が認めてもらえたって感じ。うん、そうだよね、確かに。そう。でももし君になんか更新できなかったら、もう俺のなんか人生終わりでしょ。だから何もできないから、本当にこの永住許可大切。うん、そうだ。もしさ、なんかやっぱり更新ちょっとできませんでしたってなったらさ、うん、すぐフランスに帰んなきゃいけないの。そうだよ。なんか多分1ヶ月ぐらいで、1ヶ月後帰ってくださいみたいな。だからそうだね。まだ1年だったら、まあしょうがないけど、今本当に嫌な予感してるけど、まあ見ようかな。うん、見ようかな。まあ、もしできなかったら、まあしょうがないね。大丈夫だよ。大丈夫。ティッシュ置いとく。大丈夫。ここ、それからあるよ。水飲みたい。なんか酸素マスクでも持っとく、こうやって。そうだね。ちゃうかもしれないから、ね。汗かいてる。そう。これは前の。前の。プティン。うん、1年ね、ここ。これは。これだね、これだね。まだ裏側だし。そうだね、そうだよ、裏側。怖い。皆さん、もしできたら皆さんのおかげだね。だから一緒に、祝いしようね。じゃあ、来てくれてありがとうございます。ちょっと見てよ。あららら。ねえ、こっちまでドキドキしてるんだから。そうね、微妙で。うん。行くよ。残念。うわあ、すごい。やったでしょ。残念。やった。
やったー、やばおめでとう。ありがとう。2026年まで。じゃあこれで審査できる。よし、すべて揃った。あー、ありがとう。できそう。あー、よかった。あー、嬉しい。わー、皆さん嬉しい。ふぅこんばんは。寝よう。ちゃんと寝よう。ちゃんと寝よう。昨日緊張して寝られなかったからね。あ、全然。とはなんか今朝 5時から来て、あとめっちゃ早く行ったね。そうだね。なんかさ、今回さ、追加でなんか書類持ってきてとか言われてた。そうだね、怖かったね。そう、なんか、なんか逆に半年とかになっちゃう。そう言ってたからね。うわぁ、嬉しい、嬉しい。ありがとう、みんな。もう本当に俺の挑戦をみんなになんかシェアできるってめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。なんか今から頑張りましょう。今から本当にもっとなんかふさわしいの日本の市民になりたい。もっとなんかこの質を上げたいから、いろんな、 なんかこんな、 なんかテーマの動画を撮りたい。なんかどうやって日本語もっと上手になれるとか、どうやって日本の部活をしているとか分かんないけど、本当にふさわしいの市民になりたいから、今から頑張りましょう。でもさ、3年ってことはやっぱりさ、あなたの仕事の感じとか認めてもらえたわけだからさ、やっぱ視聴者さんのおかげだね。そうだね、本当に、なんかそんなになんか YouTube でなんか3年あげるってなんか知らんかった。ねえ皆さんのおかげだよ。皆さんのおかげ、本当に形にしてもらえてありがとうございます。本当に本当に皆さんのおかげだからめっちゃ嬉しい。なんかね、みんな作ってくれたストーリーみたいなね、本当に本当に。だからなんか一緒にシェアするってめっちゃ嬉しい。なんか今からもっともっとシェアするね。あ、皆さんありがとう、嬉しい。できた。椅子の部品椅子壊れた。わーとかね。わー嬉しい。ありがとう。ごめんね、なんかすごいよ。すごい。わあ、ね、やったやった。皆さん愛してるよ。ありがとう。